ハロー。皆さんこんばんは。コンスラム、劇団スラムのひなと申します。今日はレイゼイが土曜ですがおりませんので、ひな一人でね、寂しく英語の勉強をしたいと思います。はい、ということで、ゆべさん、これね、いるんすよ。テストがねえのに勉強するやつおるんだな、それが。でテストがもうないからな、学生を超えると。マイホームさんもいらっしゃいませ。ゆっくりしててください。ということで、こちらね、今、映ってます。デュオリンゴっていうシステム、まあ、サイトですね。こちらで、英語の勉強をしていきたいと思います。これ、最初に言ったんけ、登録するとさ、この英語力チェックみたいな、レベル診断テストがあるんですけど、これまだやってないんで、これはちょっと初めにね、やって、今のレベルがどのぐらいなのかやっていきたいと思います。じゃ試験はあるね。それこそさ、TOEIC とかさ、なんかあるじゃん。あれ受けたことないんで、TOEIC で、900点、TOEIC900 点だっけ ?90 点あれ待って待って待って。TOEIC とかでね、高評価、高得点を取れるようなね、英語強強になりたいんですけど、点数。TOEIC は、990点か。990点らしいです。まあ多分このサイトでやってても当分 TOEIC に歯が立たないんですが、やっていきたいと思います。なさえさんもいらっしゃいませ。ゆっくりしてください。それ英語の勉強です。でも早速、今のね、いや、そこまで英語力ないとは思ってないから、あの単語はある程度読めるんで、このゼロから始めようっていうのはちょっとなんかさ、騙してる感じでかわいそうなんで、ちょっととりあえずレベル診断テストしましょう。ぴったりのレベルを見つけよう。5分の簡単なクイズに答えるだけでぴったりのレベルから学習スタートできるよ。 I am from Australia and you? めちゃくちゃボイスあるじゃん。フルボイス？ちょ、 BGM 下げとこう。もう一回聞きます。I am from Australia and you? I am from Australia and you? いや、ここら辺はわかるだろ。私はオーストラリア出身です。あなたは？はてなないんだ。まあいいや、もうこんなもん余裕っすよ。舐めてる。Oh. は絶対 O だよね。Oh. すげえ、これ。選んだら、あ。なんでだよ。押したら喋ってくれるって言おうとしたら。再読みかもしれない。できない。あ、大丈夫そうですね。ハム。舐めてるわ。いや、ここら辺がだからね、あの英作文がまあまあむずいんすよね。やっぱ英語って読むのはできる、喋るのと書くのがむずいっていう。My car is fast. いやー、いいですね。さっきの問題むずかったからエラー出てよかったかもしれない。ですね。This is. This is. なんで？待って、これ。ブラウザの相性が悪いのかな？めちゃくちゃ出るじゃん。これパパパってやんないとダメ？パパパってやんないとエラー出て終わるやつですか？あ、しょうさん、こんばんは。いらっしゃいませ。ゆっくりしててください。単語はね、I am also from Canada. ノリで覚えるしかない。これもさっきと同じですね。私、あ、ちょっと違うね。これ、also はね、何々もなんで、私もカナダ出身ですですね、これ。エラー出んなよ。Let's go to your house.
じゃあブラウザ変えていいっすか。さすがに、ですね、ブラウザを変えますわ。これ3回目だぞ、エラーが。一回消して、クロームくんでいいか？クロームくんで、ちょっと待ってね。Google クロームくんにしますわ。よいしょ。で、ちょっと先にログインしてね。ちょっと待ってくださいね。これテストプレイとかいうレベルではないので。え？あ、ちゃんとあったわ。よかった。じゃあ、レベル診断テストにして、ブラウザーを Chrome から変えます。Chrome に変えます。よいしょ。これでいいっすかね。ほい。ちょっとさっきはでかいけど。こんなもんかな。これぐらいで。はい、ということで、気を取り直して、やっていきましょう。多分これはエラー出ないでしょ。私の車は新しい。違う違う。私の車は新しい。です。めちゃくちゃ読み込み長いじゃん。The train to New York is fast. この電車はニューヨーク行きでめちゃくちゃ速いって言ってんの。でも is fast? このじゃないんだ。電車はニューヨークまで速いです。何がすいませんなんでこれ。電車はニューヨークまで速い。 The train to New York is fast。 ニューヨークまでのか、一緒だろ。まあ、日本語が確かになんかおかしい気がするけど、許せよそんぐらい。チーズとハム、これあれかな、チーズ and ハムでもいいけど、チーズ and ハムでもいいけど、ハム and チーズでもいいんじゃない。多分快速かな、快速電車。あー、いいです、素晴らしい。私の車新しいです。さっきのやつか。 My car is、 あ、新しいになってんだ。 New My car is new。いいんじゃないですか。はい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 。私のホテルは空港の近くにあります。 My hotel is near。 いや、これね、ここら辺が難しいんだよな。あの前置詞ってやつでしょ、これ。これ前置詞違うかな。あんま変なこと言わないよ。くか、ニア、ニアが近いなんで、ニアエアポートっていいのかな。ああ、なんか、is、ニア、ザ、怪しい。まあいいでしょう。いや、違ってそうだな。My hotel is near the airport。 やっぱり、いや、これは分かってたわ。これはちょっと分かってたんで、正解みたいなもんです。Hello, I'm also from Canada. こんにちは。私もカナダ出身です。こういうのは楽っすね。Coffee. Coffee. 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 余裕。いや、マジで、英作文じゃないけど、訳文が難しいな。これはなんで、is this ですね。え？
This なくね。あ、is あ。Is this? Is this? Is this bus? Bus. バスは動物園まで。Is this bus to? To. 待ってこれ。これはザ2個あるわ。Bus. Is this the bus to? To. The, the zoo. こんなザつけていいの？いやなんかザとアの使い分けみたいなやつがあるんだよ。よ知らんけど。おいどうよ。すごい才能あるね。いいですね。いやこうやって褒められるのいいわ。Is this the bus to the supermarket? これさっき作ったやつだ。このバスはスーパーマーケットスーパーto the スーパーまでですか？スーパーまでですかかな。そう単語で選ばせん、ちょっとなんかザ・ズーとかでさ、もう一括りにしてほしい。これはいいんじゃない？でここもそうだわ。ザがさ、このものを表してる名詞の前に絶対ザがついてんだよね、これは？英語の勉強より先に日本語の勉強した方がいいのかな、これ。確かにね、いや読み直すと意味わかんないんだよね。めちゃくちゃ気持ち悪い日本語文作ってるのは読み返しはわかるんだけど、正解で見るまで気づけない。これはスーパーまでのバスですか？これ、あ、これあれじゃね？あ、騙されてる。あのね、日本語は前からだけど、英語は後ろからみたいなやつがあるから、この場合はだから、スーパーを先に言わないといけないんだね。これは確かに考えるとそうだわ。後ろからなんですよね、英語って。Hello. 紅茶。Hello. この騙しの選択肢何なんだ。空港はどうですか、どこですか。 Where is the 字だね。 Airport. Where is the airport? 空港はどこですか。はいはいはい。 My friend is a student. でこれもあれ、これはね、これはこの塊と a student だから、私の友達は学生です。これはいいんだよ。なんか長い文になってくると後ろから読む。めちゃくちゃこいつら喜ばん。体で表現するじゃん。 Yes, let's go to the zoo. 動物園に。これ Yes さ、翻訳する必要ある？まあいいか。はい、動物、じゃあ違う、博物館じゃないですよ。動物園に行きましょう。行きましょう。地味に楽しい。これも動く多分。ほらほらほら、拍手してくれてるわ。なんか、何これ、どんぶりから出てる人が拍手してくれてる。あ、ローヤー。弁護士。ましょう。My friend, My friend is a lawyer. Lawyer. これ職業の前はあがつけていいのかな。どんぶり焼きデータ。確かにここになんか質問出てきてもおかしくないよ。これは合ってんじゃない。私の友達は弁護士です。はい、これ拍手のパターンは正解で、なんか間違えたら多分ね、めちゃくちゃ悔しがるのかな。I am a teacher and you? I am a teacher and you? あなたはが最後につくんで、私は、あれ？あれ？私は教師ですよね、これね。教師です。あなたは？
ていいの？これ私ははないのかな？あれかな？海外のネイティブな発音はこんな感じなんの？ I'm a teacher and you って言うと、私はとか言うんじゃなくて、教師だけどあんたはみたいな。あんたもななって言うんだスタイルなのかな？あーほら。いえ。今、動きは見えないけど、同じ動きをした。Oh, my mom is also from Nagasaki. リスニングあるんだ。Oh, my mom is also from Nagasaki. Oh. Oh. My mom? My mom is from Nagasaki. Nagasaki. Oh, my mom is also from Nagasaki. Also だ。待って。Also from Nagasaki.私の母親も長崎出身です。Oh, my mom is also from Nagasaki. あ、いいんじゃないですか。繰り返し、多分これゆっくり版なんだよ。Oh, my mom is also from Nagasaki. この遅さ舐めてるだろ。Oh, my mom is also from Nagasaki. これで聞けるわ。Oh, my mom is also from Nagasaki. Oh, my mom is also from Nagasaki. これはもうなんか絵合わせぐらいじゃん。それ答えなんだよな、マジで。すごいね、意味。あ、私の母も長崎出身です。その情報いるんか？My aunt speaks English with her cat. 知らん単語が出るとちょっとまずいっすね。おばでいいのかな？アウント。My aunt speaks English with her cat. おばかな、これって。私のおば？めちゃくちゃ選択肢細かなってね。私のおばは？彼女の猫と英語を話します。細かすぎるだろ。My aunt speaks English with her cat. そうだよね。だからこれが逆で、だから英語を話します。彼女の猫となんだけど、日本語に直すから、だから猫ちゃんとずっとミャオっつってんでしょ。あの MEOW でミャオって言ってんでしょ。そのおば大丈夫。いや、いいじゃん、微笑ましい光景なんだから。めちゃくちゃ目キラキラすんじゃん、お前。この子新キャラでしょ。見た記憶ないんだよ。いいんじゃないですか。いいね、明らかに初心者じゃないね。バレたか。This is my dad. He is from Nagasaki. This is my dad. He is from Nagasaki. 同じだね、ほぼ。さっきのと。This is my dad. He is from Nagasaki. This is my dad. He is from Nagasaki. だから、これは私の父で、彼は長崎出身ですよ。答え合わせね。This is my dad. He is from Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki, oh, それはそう。でも、あれじゃない？これはなんか、あれだな、国の特徴にかかってきそうだけど、長崎と広島は原爆において知名度が高いから選ばれてる説ない？長崎。で、これ、あのね、英語習うやつ、でもこれ、日本語向けに言ってるから別に京都とかでもいいよな。日本人向けの問題だから別に京都でよくねえか。
一番聞き取りやすいのかな。東京、長野、広島、福島、長崎が聞きやすい説ある。 I eat a lot of bread and cake. I eat a lot of bread and cake. この a lot of なんちゃらで、たくさんのですね、たくさんのほにゃらら、私はたくさんの、たくさんか、たくさんケーキとパンを食べます。でこれ、私は食べますたくさんのパンとケーキなんだけど、まあ、ここは多分純不動、多分いいだろ。は？おい、あ、たくさん食べますなんだ、よくねえかそれは。まあ、この問題を作る側からすると正誤判定難しいんだろうけど、それは別にいいだろ。これ特に日本語としておかしくなくない？私は、いやこれあれじゃん、ツイッターでつぶやく前にさ、いやこの文章のつなぎ方ちょっと変だなって思って遂行して全然面白くなくなるやつと一緒だよ。やっぱこういうさ、分かりゃいいっていうのがさ、このクイズ作りで難しいんですよね。学級会をしよう。この採点は間違ってると思います。Your book is on my desk. あなたの本が私の机の上にある。Your book is on my desk. Your book is on my desk. あなたの本は私の机の上にあります。私の机の上にあります。細かい、マジで一文字が10個ぐらい続いてんだよ。9個かな、これは合ってるでしょ。ほらほらほら、いえ、この人の動きいいな、手をチェケラみたいなやるやつ。マジでこの博物館とかさ、どうやって間違えるんだ。お、毎朝ピザ、そんなに I I え Eat Eat I eat pizza Pizza Do があるぞ。待って待って待って、食べるだからI do. Do する。え？ Eat. I。あれ？待って待って。私は毎朝ピザを食べます。I eat でいいよね、多分。I eat pizza. Eat pizza. Every morning. Every morning. これでピザを食べる毎朝でしょ？do が怪しいな。毎朝ピザ、あの朝に日本でピザ食べるって、前日の夜にピザの宅配頼んで冷凍したやつをさ、レンジかオーブンでティンってやって食べるぐらいしかないからね。海外もそうなんじゃない？朝から作ってらんないでしょ。作るのかな、イタリーの人とかは。イタリアの人とかはさ、あの寝る前に生地発酵させといて焼いたりすんのかな。それだったらめちゃくちゃいい。あ、合ってるわ、いいね。あ、これ Do you like がフェイクだった、偽物だったんだ。しますかみたいな。 I eat a lot of cake. 来た来た来た、たくさんの来たよ。私はだ、これをケーキをたくさん食べますにしないといけない。さっきはたくさんケーキ、たくさんのケーキだったけど、だからこれ I eat a lot of だけでもう、なんか私はほやほやほやをたくさん食べますなんだろうね。
焼きたてオハピッツァ、しかもさ、あと海外のイタリアのやつとかちょっと薄そうだから、朝からでもあんま重くなさそうだな。これいけるでしょ。あー、オッケーオッケー。どんぶりアキネーターが喜んでる。私はいきなり日本人っぽい来たな。スーパーちょんまげみたいな、浮いてるもん。あのさ、この黒電話の受話器にさ、人の顔みたいなのつけ。英文って基本的に動詞は一つしか入れちゃいけなくって、ちょっとなんか出てるの、 なんか違う人種が、人が出てますけど。一個だけ、あのさ、勉強でよう言う、なんだっけ、SVOC? 全然知らんのよね。S 主語、V、O、C。しかなんかさ、SVCC みたいな、なんか、ようわからん組み合わせ方があるじゃん。あれ、受験英語だから多分、全然受験をがっちりしてないね。私はね、知らないんですね。高校の知り合いとかは、これは SVO だから、みたいな言ってたけど、あれどこで習うの？学校ではさ、教えてくれなかったのよ、うちの。あれは何？塾で習ってんのかな？好きな科目だけめっちゃやる。好きな科目、でも、そこまでやんない。解くのは好きだけど、みたいな。で、数学とかは、まあまあ、解くの好きだから。いや、それこそ英語もね、なんかネットで知らん英単語があったら調べたりはするんすよ。この間のアウターワイルズのアーキエオロジスト考古学者とかいうさ、絶対に使わないであろう英単語もさ、気になるから調べるんだけど、気になった時しか調べないから、めちゃくちゃやることはないんだよ。I live in. In. 住んでいます。私は住んでいます。あ？ああ。これ、プリティって綺麗なの？スモールじゃないじゃん、絶対。プリティなの？アパートメント。プリティアパートメント。でも、スモールじゃ絶対ないから、アパートになんかつけるとしたら、待って as. As. アパートメンツ？でもこれ、この略し方は何？多数、なんて言うんだ、複数形の S じゃないのか。アパートメンツ。As。As。いや、とりあえずこれでいくか。ちょんまげ男に喜びの舞を。あ、喜んでるわ。両手でグッドマークしてる。Oh no! This skirt is too long! このスカートクソ長いっつってるわ。Oh no! This skirt is too long! 台所。水。これさ、ちょ、待って。この、うわ、長すぎっていうの書いてんのさ。あの、私の収入低すぎとさ、同じ感じを。うわ、このスカート長すぎ。私のスカート長すぎ。で、ここにあの、わーとかはさ、いらん。あ、え？あ、でも、too long で長すぎでいいんだよね。本当にとかいらんよね。台所、水、本当に、二つ。あ、この二つはね、この to をさ、何々すぎるとか、それの to をさ、数字の to、to、two となんか間違えするやつ。これいくよ。この人のね、アクションめちゃくちゃいいから。は？いいじゃん！これがネイティブジャパニーズなんだって。めちゃくちゃあの、イエーをやってほしかったのに今。うわ、このスカート長すぎます。いいじゃんね、これ。わかるよ。
日本人100人に聞いて100人わかるわこれ。うわ、このスカート長すぎ。てかこう言うよね。うわ、このスカートは長すぎますとか言わないから、ね。まあ、それはテストだからしゃあないか。I eat pizza every morning. また毎朝ピザ食ってるやつ来たわ。私は毎朝ピザです。これでもだってわかるもんね。え、あれ朝ごはん何派って。あ、俺パン派パン派。あ、俺ご飯派だわ。あ、私もご飯派なんだよね。私は毎日ピザ、毎朝ピザです。これでも別にいいんだけど、テストだから。私は毎朝ピザを食べます。これですね。ほらほらほら、もうお目目キラッキラ。これテスト終わったんじゃない？だいー！一個のスキルを飛び級しました。一日連続、一日は連続とは言わない。英語コースの 2% だって、まだ。はいはいはい。ギフトをアンロックする、しました。そうですか。そう、これね、このデュオリンゴさん。毎朝やらせんの。毎朝、毎日やらせようとしてくる。勉強するにはそれがいいんだろうけど、毎日やらせようとしてくんの。一回、多分ね、さっきのは、実力チェックテストなんで、多分それで長かったんと思う。じゃあ、これ、いや、これ自己紹介めちゃくちゃ大事だよ。この英語を学ぶ利点としてね、YouTube で外国の方が来た時に、ハローとか、はい、ほにゃららぐらいしか言えねえのを、この勉強によってね、もうペラペラと、ペラペラペラと喋ることによって外国人のリスナーの心もキャッチ。自己紹介。Good morning. おはようございます。おはようございます。おう。こんにちは。どうぞ。日本よろしく。あ、ナイさんいらっしゃいませ。めんどくさくて3日でやめたやつだ。継続が大事なんですよ。Nice to meet you. こいつマジで継続させるためにメールめちゃくちゃ送ってくるからね。まあ、そんぐらい送んない、めんどくさがる人やんないんですけど。私、あ、違う。よろしく。これよろしくでいいの？よろしくどうぞとかでもいいけどね。よろしく。キーボードを使って何なの？うわ！打てるわ。打てます。めんどくさいんでやりません。こんにちは、どうぞ。日本よろしくっつって。めちゃくちゃ雑な宣伝なんだよ。よろしく。あ、いいですね。何？スペースを入れ忘れていますって。これバグかな？なんか、プログラム上のバグな気がしてならないわ。警告文じゃない？なんかの。Good morning. 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 いや、余裕すぎる。I am from Japan. 何この機械？ Am. すげえ！ From. I am from Japan.カーソル合わせたら from am 役が出てくるわ from am from Japan 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 めちゃくちゃ優しいじゃん。私は日本出身です。おはようございます。よろしく。 Excellent. Bite. Bite.Bite. はい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 。単語問題もあるんですね。Bite. リスニングはスキップってあるけど。Bite. Bite. これの意味は出てこないんですね。ビットとバイトは聞き間違えんだろ。とか言ってるとね。I am from Japan. 英語ってね、
間違えるんですよね。まあ、さっきも同じだこれ。私は日本出身です。おはようございます。どうぞ。一緒じゃない？6連続。ペイン。ペイン。ペイン。これピンですね。ピン。ペイン。これはね、あの、オンラインゲームやってる人はね、それこそ FPS ゲームをやってる人はね、聞き馴染みがあるやつですね。ピン。ピンがね、通ってないと、めちゃくちゃラグいとかがありますからね。これピッグ。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 余裕か？ Hello, 簡単すぎんか？ I am from Japan. こんにちは。私は日本出身です。なるほど、これあれだね。あの、自己紹介っていうだけあってさ、日本の人が海外の人に挨拶するやつをもうひたすら練習させるんだ。めちゃくちゃ喜んでるわ。絶対日本出身そうじゃない人が言ってるけどね。Hello, nice to meet you. ほら、めちゃくちゃ。こんにちは。よろしく。どうぞよろしく。よろしくどうぞ。あ、いいですね。スペースを入れ忘れています。何がだよ。まあ、合ってんならいいでしょ。Nice to meet you.よろしく。よろしくございます。スペース入れ忘れすぎだろ。いや、余裕すぎるわ。てめえ。待って、こんなレベルでいいんすか？あ、レベルがあるんすね。レッスン3分の1だって、さっきので。これ何、深いやつもできんのかな？お、チャレンジ。お、難しいやつはこのスキル、なに、チャレンジをやることでスキップ飛び級できるんですか、もしかして。ほらほらほら、いっちゃむずいやつやらん。この最終チェックポイントをコンプリートして英語トロフィーを獲得しよう。いや、じゃあ天才なんで、このチェックポイントやっちゃっていいですか。もう飛び飛びの飛び級で最後のやつ見ていいですか。120個まとめて飛び級テスト。飛ばしすぎだろ。テストを受けて一気に先へ進もう。でも手加減はしませんよ。 That does not affect me.打たせるタイプか。もうさ、わからん。え、アフェクトってアフェクションとかのアフェクト？アフェクション、なんだっけ、あのペルソナで見たアフェクション。いや、これあれだな、遊戯王にもあるな。なんだっけ、アフェクト。アフェクトね。ああ、アフェクトね。That does not affect me。これは、いや、あれかな、なんだっけ、影響するとか影響を与えるやつかな。ピザの話。俺も毎朝ピザ食べてた頃に戻りてえや。いや、多分ライフ制ですね。これ右上にライフ3つあるんで。これは私には影響ありませんぐらい。こんぐらい？おい！あれは私には影響しません。これが模範解答らしい。あ、じゃあ合ってるね。影響するとかだね。これはちょっと賢じゃね？
これは言ったぞ、ちょっと。ワンチャン120個まとめて飛び級できるな。記憶の底から掘り出せばワンチャンあるわ。うわー、嫌いなやつだ、これ。これテストでもあるんすけど、めちゃくちゃ嫌い。リードの読むってやつの、形を聞いてくるやつ。全然増えねえんだよ、これ。She's going to? 読むつもりです。だから、7つの本をね。彼女は、7つの本を読むつもりです。Going to に続くのは原型だったはず。リード。はい。可視形かもしれんな。読むのはいいんだよね、正直。俺はまあまあまあ知識ですね。Going to の後がなんか原型みたいな、ふんわりとした記憶があるぞ。She is going to read 7 books. I have changed. え？何それ？ I have changed. Change.交代、変わる、変更する。変わりましたか、これは。これあれじゃない？電話でさ、もしもしお電話変わりましたのやつじゃないの。I have changed. だから、これ変わりましたでいいのかな？これはね、なんか、パイロットとかが、飛行機のパイロットとかが言うなんかで、I have control みたいなやつと同じ雰囲気がするんで、変わりましたかな？で、こっちかな？そこの判断してくれるかわかんないけど、こっちの、お電話変わりました的やつ。どうすか？私は変わってしまいました。そっか、あの頃とはもう違うんだね。コーヒーに角砂糖を入れようとして、砂糖3つだったよねって言われた後に I have changed。 私は変わってしまいました。でこれあれかな、どっちかというとさっきのシチュエーションだと You have changed なのかな。そっか、あの頃とは違うんだねみたいな。いやこれ重いな、なんか私は変わってしまった、あの事件がきっかけにみたいなことでしょ。舐めてんのか。3、めちゃくちゃ楽じゃん。でー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 で、あれこれは恋だわ。星野源3、どんな曲だったか忘れた。あれ曲名だっけ、アルバムの名前か。いや、曲名だった気がする。なんでそんな悲しげな文さっきの悲しげな文のどんよりさを打ち消すためのこの太陽だから。 This tooth hurts. 歯が痛い、歯が痛いでいいんですか、これは。この歯が痛い、このって言える、いる、まあ入れときますか、歯が痛いと。この歯が痛い。This tooth hurts. Hurts って、あれだね、痛いとかだよね。いいだろって。痛いですじゃねえんだ。この子供がそんなデスマスク調で喋るかって話よ。絶対ね、この子は、この歯が痛いですじゃなくて、この歯が痛いって言ってるって。タメ口は原点。なるほどね。全部デスマスで書けと。それあるな。ちょっとテストの採点してる人に敬意を表さなければいけない。タラちゃん。これタラちゃんか。ね、しゃーないな。痛いですだわ。I do not talk to her. は？ I do not talk to her. I do not talk to her.
Yeah, let's ask. I do not talk to her. これだろ。I don't talk her. 彼女と話してないよ。彼女に向けてか。彼女に向けては話していませんかな。I do not talk to her. I do not talk to her. I do not talk to her. これ多分合ってるよ。マジでこのさ、亀さん再生が最強すぎる。リスニング全部これ、この機能追加してほしいわ。それこそ、英検とかのリスニングにも亀さんボタンつけてほしいわ。試験時間の分さ、ちょっと短くなるけどゆっくり聞けますよ、みたいな。おい。めちゃくちゃ可愛いじゃん。いや、いきなり、ブスッとした。私は彼女には話しかけません。I do not talk to her. I do not talk to her. I do not talk to her. いいね、これ答え見てからさ、聞けるのいいな。I do not talk to her. I do not talk to her. このお渡し機でどれだけ進めるかだなと。The girl will receive a flower. なるほどね。花はわかるじゃん。レシーブってね、いや、レシーブいつも迷うんだよな。なんか受け取り側と、レシーバーと、受け取らない、何、送る側で、どっちがどっちだっけなって迷うんだよ。ビルレシーブ。彼女はでも、女の子かな、これ。The girl. 女の子。Will か。なんか、やる予定みたいなやつだよね。で、これ、受け取る花。少女は花を受け取る予定です。これタラちゃんだから、花を受け取る予定です。で、これレシーブが間違ったらこの飛び級テストは終わりです。違いそう。うぃー、来た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 。その女の子は花を受け取るでしょう。あ、何々するでしょうか。ビルなんちゃらって。いや、いいぞ。お渡し機で、やっぱこのひりついてる感じがいいんだよな。この、あと一回間違えたら死っていうところ。They will cover the plate.They will cover the plate. え？They will cover the plate. They, they will cover the plate. プレート。彼らは板を覆う、カバーするでしょう。They will cover the plate. They will.Cover the plate. Plate. え、これは合ってるだろ。ほらほら。あ、プレートって皿ってことなの？お皿か。彼らはその皿にカバーをかけるつもりです。They will cover the plate. They will cover the plate. They will cover the plate. カバー、皿にカバーかけるって何なの？ほこり、あれか。飲食店とかでほこりかぶんないようにさ、最近ないけど、机の上に醤油皿とか鶏皿が小皿乗ってて、その上になんか敷いてあるやつか。従業員目線ね。
English has become an international language. これは、いや、わかるって思ったけどね、ちょっと違う気がするな。なんだ？英語は、インターナショナルは国際的だから、国際的な言語、ランゲージ。has become なる、これなっているのかな。英語は国際的な言語になっている。 has become 英語は国際的な言語となっています。いや、これどうなの、 has become、 待ってよ、 become、 became、 あれ、なんか過去形がさ、 come came come みたいなやつだね、これ。come、become の come って。English has become。もう一回言って。English has become an international language。れ、これしかもランゲージング、リンゲ、リンゲージって言ってるからちゃんと。English has become an international language。リンゲージ。頼む。うい、いいじゃん。英語は国際語になりました。国際語ね、インターナショナルランゲージ、めちゃくちゃおしゃれな言い方してんじゃん、国際語。これさ、うちの回答の方が丁寧じゃない、この正解例より丁寧な言い方してるよ、こっち。うろ覚え英語、いやマジこの知識を、ね、ピースをはめていくやつ。いや、いいんじゃないですか。もう、3分の1クリアじゃん。She uses that alcohol in the laboratory. うわー、今、聞こえました。ラボラトリー。スペルが怪しいな。She uses that alcohol in the laboratory. まあ、ここはカメさんチートで使います。She uses, uses that.Alcohol in the laboratory. なんつった今。She uses that alcohol in the laboratory. ラボラトリー。え、ここになんか入ってる。She used that aggregate in が外れた。ここになんかいるよ。She uses that alcohol in the laboratory. アルコールかな。もう一回聞こう。She uses that alcohol in the laboratory. She uses that alcohol in the laboratory. アルコール。こうだっけな。She.Uses that alcohol in the laboratory. 彼女は使った研究所の in the laboratory 研究所でアルコールを使ったかな、彼女は。多分この壁さん英語にすると一つの単語がめちゃくちゃゆっくりになるからアークホールって聞こえるけど、
She uses that alcohol in the laboratory. これ本当はアルコールって言うのかな？アルコールのことを。多分これ合ってますよ。ほら、あ？優しいじゃんお前。ゴジカスペルミスがあります。許してくれるのそれ。アルコール。あ、O がないんだ。思ったより優しいな、これ。彼女はあのアルコールをその研究所で使います。ざっと。え、どういう作り方なのこれ。この英文の作り方がわからん、これ。許されましたね、これ、アルコールは。She uses はさ、彼女は使いますでしょ。ざっとアルコール、あ、これ、あのアルコールのざっとなのか。ざっとって聞くとさ、英語を学校とかで中途半端にかじってるとさ、ざっとの後はひとまとまりになってて、その前のやつを説明する文になりますよみたいなさ、いや、使い方があるじゃん。あれかと思ってたけど、これはシンプルにあのアルコールのザッとアルコールだった。で、インザラボラトリー。そのはこのザラボラトリーです。いや、これよかったな。ちょっと生き延びた。生きながらえたわ。この優しさはいい。What is his height?What is his height? これはね、身長ですね。What is? 彼の身長はでいいのかな？彼の身長は？ What is his height? Height が高さとかだから、彼の高さは、待って、これ、許されるかな？これ。敬語じゃないけど。What is his height? いいか。許せ。おい！無理やり敬語にしてんだよね、これね、もう。彼の身長は何ですか？身長が何って、それこそ何だから。え、いいんじゃない？これ。残り体力1になってからめちゃくちゃゴキブリのように。生命力が福間さんはデスマスじゃなくていい。多分あの子供がさ言ってたら、この何ですかって言ってないとダメだね。 He is in charge of security. He is in charge of security. リスニングがむずいな、やっぱ。 He is in charge of security.最初はこれ、He is the かな。He is the? なんちゃらかんちゃらセキュリティって言ってる。あ、翔さん、お疲れ様です。また、お願いします。ゆっくり亀さんタイムいきますか。He is, is in, in か。charge of security.チャーチかな？教会。チャーチ・オブ・セキュリティ。どういうこと？あ、教会の警備員ですってことだわ。He is in charge of security. Security. 彼は教会の警備員です。He is in charge of security. チャージかよ。え、しかもこれ、俺の知らない使い方をしている。チャージオブセキュリティ。だからチャージオブほにゃほにゃで、ほにゃららを担当しているなんだ。あ、違う。インチャージかな。インチャージオブ、ほにゃららで、多分ね、
ほにゃららを担当しているっていう、これは知らないとできないやつですね。これでもよくね、もう。あ、でも、インチャーチとは言わないのかな。てか、まずこれがチャーチのスペル合ってるか知らないけど、教会のスペルが怪しい。終わりか、これで。Your smile makes me happy. いいんすか？ハートないけどやっていいんすか、それ。Your smile makes me happy. これ簡単。あなたの笑顔は私を幸せにします。許されるんだ、ハートなくなっても。Your smile makes me happy.Makes me happy が幸せにするとかだから。いけ。ほらほら。あなたの笑顔は私を幸せにしてくれます。これはこっちの方がいいっすね。幸せにしてくれるって方がなんか、それっぽい。I need to finish my work. I need to finish my work. I need to finish my work. 終わったか。I need to finish my work. あ、これは生き延びたな。私は自分の仕事を終わらせる必要がある。これは生きた。I need to finish my work.I need to finish my work. I need to finish my work. 長いって訳文が。私は私の仕事を終わらせる必要があります。まあまあまあ、これはいいですね。Clearly, I am at an advantage. 出たー。何が出たかというとですね、この最初のクリアリフォーエグザンポーとか、そんな感じで、意味を知らないと、何？ because 何々みたいなさ、なぜなら何々とか、英語の意味を知らないと絶対に解けない問題、これは。でもこれはね、多分、日本語で言うと、明らかにみたいなやつだな、クリアリーは。明らかに、I'm at an advantage。優位に立っている。明らかに、私が、明らかに、私が、有利。あと、あん。有利な立場にいる。アドバンテージって俗に言うカードゲームとかでもよく言うアドですからね。有利なポイントみたいな。明らかに、クリアリー。Clearly, I am at an advantage. I'm at an advantage. 噛むだろ。Clearly, I am at an advantage. I am at an advantage. これ、噛まずに言えんのすごくね？ Clearly, I am at an advantage. I am at an advantage ぐらい言ってるけど。Clearly, I am at an advantage. アドバンテージと混ざってんのかな？ Clearly, I am at an advantage. 混ざってないわ。Clearly, I am at an advantage. これ言えんのやっぱネイティブだね。イングリッシャーだわ。英語圏話者。英語話者。そのアドっていうやつのアド。これ多分合ってる。ほらほらほら。明らかに私が優位です。これさ、待って。すごくない？このゲームの、このクイズのさ、採点すごくないか？結構、模範解答と違うけど、こ
これ正解にしてくれるんだ。あれかな、単語で見てるのかな。明らかには絶対必要で、 I am at an advantage が私が有利っていう意味だから、その2個が入ってりゃいいってこと。だから多分これ明らかに私が有利ですでもいいんだもんね。あ、だからこれが正解ですわ。いや、これなんかすごいぞ。回答採点のアルゴリズムがしっかりしてる気がする。What is the definition of this word? またなんか受話器が来た。What is the definition of this word? Where is は聞こえるな。What is the definition of this word? Where is までしかわからん。What is the definition of this word? Definish? What is the definition?Definition of this word. Definition ってなんだっけな。これなんか数学で使うやつだ。数学で使う英単語な気がする。What? これしかも what is what is の the definition of this.Word. What is the definition of this word? この単語、この言葉のディフィニッションなんだっけな。いや、これね、あるんだよな。単語としてあるんだけど、多分これ合ってるからね、答えで。このディフィニッションの意味がわかると思う。ほら。な、デフィニッションか。さあ、そう。定義。数学でよく言われる定義するやつがさ、ディフィニッション使うんだよね。これ、学びです。ディフィニッションは、まあ、これスペル間違ってる。これ上見ないで、これね。ディフィニッション。定義する。だからこの言葉の定義は何ですか？で、数学とかだと、まあ、公式じゃないな。単位とかね。この単位はどういう定義なんですかっていう時になんか、ディフィニッションみたいな話のはず。生き延びるね。I am going to control this horse.馬、私が操縦でいいのかな、操る、 going to control。 I am going to control this horse。 何々するつもりでしょ、これ going to だと。私がこの馬を操るつもりです。私、この馬を、馬ってなんて言うんだ。上、ま、全然すまん、ほんまに。これ120個分飛び級だから。馬って馬に乗るだけど、でもトゥーコントロール、いや、これでいきましょう。これ日本語として綺麗だよ。馬を操るとはあんまりなんか言わん気がするから。いや、でも乗るって書くとライドかな。 Going to ride this horse になっちゃう。この馬を操る、まあ、直訳でいきましょう。よくねえか。私はじゃないとダメこれ。
予定もつもりも一緒やん。いや、でも、going to って確かに、何々するつもりって覚えた気がするな。予定って書いちゃうと、さっきまで出てきてた、will が出てくると思うんだよな。いや、これ、正味正解だったということでいいんじゃないですか。多分これで終わっちゃってんじゃない？ペープーペーン。今回は飛び級できませんでした。また頑張ろう。スキップ。え、これ何回もできるの？半分さっきいけたからさ、いけるだろ。手加減されんでももう余裕ですよ。She has forced me to swim. 終わったわ。さっきもそうだけどさ、1問目が一番難しくない？フォースド、無理やり、彼女は無理やり私を泳がせた。最低ですね。ひらがなにしとこう。フォースド、だからフォースがさ、あの力的な意味のやつでしょ。圧力でしょ。いけんじゃね。ほらほらほら、彼女は私に泳ぐように強要してきました。今回いきますか。じゃあこの飛び級やれるだろう。単語の意味がわからんこと以外は大丈夫のはずだから。これさっきやったぞ。 She is going to で、 going to の後は原型。 Airport security。 はい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 。いや、待って待って、これマジでめちゃくちゃ簡単かも。さっきやった問題あるわ普通に。 I have changed。 変わりました。あれ、あ、これはあれだ、ちげえ、変わりましてないんだ。このどんぶりアキネーターが私は変わってしまったっつって。私は変わってしまった。 I have changed。 さっき出た問題が出るならいいな。 This tooth hurts。 はい、 This tooth hurts。 This tooth hurts。This tooth hurts。 あ、これはタラちゃんじゃなくて、ついに黒電話ちょんまげが歯が痛いことを主張し始めたぞ。 This tooth hurts。 ほら、この歯が痛いです。あ、でもこの人もですなんだ。アキネーター卒業。いやでもあのなんか、実際さ、アキネーター昔のブラウザーでさ、いろいろ話題になってた頃に比べると今さ、有名になりすぎて変わってしまった感はあるよね。それをあの魔人が思ってるかは知らないけど。いいんじゃないですか。 I am going to control this。 ほら、これもこれさっきのやつだわ。私はこれを操縦するつもりです。これつもりですが大事。確かにコントロールは操るの他に、まあ、制御するとかがね、ありますわ。勉強になったかな。いや、これは合ってますよ、言うたら。そう、単語の意味が分かんないのはそんなに悪くなくて、それこそどういう文なのかをね、見極めるのが大事だと思ってるので、
そこの単語はね、調べれば出るんで。Her mother has a beautiful smile. Her mother has a beautiful smile. え? Her mother has a beautiful smile. Her mother has a beautiful smile. ちょっと一回先に書いてみていい? おうん。待ってよ。おうん。Her mother has a beautiful smile. ま、おうん、まずは。Has a beautiful smile. これじゃない? Her mother. Her だ。私じゃない。Has a beautiful smile. 彼女の母親は美しい笑顔を持っている。Her mother has a beautiful smile. これさ、歯全然聞こえなくない? Her mother has a beautiful smile. Her mother has a beautiful smile. あ、あとしか聞こえないんだけど。Her mother has a beautiful smile. これを何?外国の人は聞き取ってんの?もうちょい優しく言ってもいいじゃん。Her mother has a beautiful smile. わかってます。彼女のお母さんはめちゃくちゃノリノリじゃん、こいつ。いや、いけるぞ、これ。マジで飛び火ある。He looks at himself in the mirror.He looks at himself in the mirror. 彼は見ている鏡を鏡に映る自分自身かこれ。He looks at これがだ彼が見ているでミラーにいる彼自身ということは彼はヘレは何彼は鏡に映る彼自身を見ているそんぐらい見せたれ見ます?あ、ルックスってこと?これもしかしたらこの見ているだと He looking になるのか現在進行形になるから He looking at himself だった多分これしかし今回はルックスアップなのでこれもう忘れたんだけどこの動詞のルックのさ後ろに S つけるのもう何か忘れてるんだよなまあとりあえず彼はその鏡で自分自身を見る見て見ますまだ見てねえのかで、鏡見た方がいいよって言われて、鏡に向かってる瞬間のセリフだね、これは。They will cover the plate! あ、これやったぞ。全員、お皿にカバーかけるやつ。全員、was って言った ?cover? もう一回いきます。They will cover the plate!Cover the plate. これさっきやったやつ。They will cover where? the plate. Where? っつってる? They will where? cover the plate. Where? これあれだわ。ゼイはとかゼイウェアってやつだ。
あったな、なんか習った気がするな、それ。They were で、彼らは、彼らが何々するときに、is とか、使えなくて、だから、あ、そうそうそう、それだわ。うろ覚え知識で言うと、they にしたときは、are が、なんか、where になるときがあるんだよね。確か。詳細は、多分これは高校2年ぐらいの英語だと思うので、高校の教科書を参照ください。will かよ待ってね。They will cover the plate。 これさ、喋るキャラクターによって聞き取りやすさが全然違うんだけど、さっきもっとはっきり will って聞こえた気がするんだよ。 They will cover where っつってんじゃん。 The where っつplate. They will cover the plate. They will cover the plate. 早い方で聞いたら will っぽいな。 They will cover the plate. They will cover the plate. これこのキャラクターガシャあるぞ。わかりやすい言葉を発してくれるキャラでこのリスニングをしなきゃいけない。もうハートなくなったけど。 It is a surprise.これは驚いた。これなんかよく聞きますね。 It is a surprise。 これは驚いたわみたいな。それは驚きです。わらもノリノリ。 Have you heard him speak French? え？ Have you heard him speak French? はあ。でもさっきもさ、この体力ない状態から頑張ってたから。Have you heard him speak French? Have you? あ、heard。Have you heard? Hear って聞くなんだけど、なんかフランス語聞いてたみたいな。Have.You heard him speak French? French. 聞けたかな、これは。聞いてた？彼が話すフランス語聞いてた？あれ？ハブ？ハブって、待って、大文字にするとさ、めちゃくちゃ、あれ待って、ハブ、あれ I have、 ちょ待って、ゲシュタルト崩壊してきたぞ。ハブ、合ってるよね、これだよね。なんか最初のハブの1文字目を大文字にするとめちゃくちゃ気持ち悪いんだけど、これ。Have you heard him speak French? 彼が話すフランス語聞いてた？あ、ちげ。あなたは彼がフランス語を話すのを聞いたことがありますか？はいはいはい、ありましたね、これ。何々したことがある。Have、 あれ？ Have が何々したことがあるになるのかな？これは定型文ですね。何々したことありますかって。Have you? なんちゃら。これは学んでます。By then, I will have found the restaurant. これだよな。この、これは俺知らないわ。For example, clearly, by then, I will have found the restaurant.その時はとかかな。その時は私がレストランを
探す予定です。だからその行った先の店が閉まってて、その時は、レストラン、私がレストランを探す予定です。レストランは許されるよね、さすがに。小料理屋とか料理店とかじゃないよ、飲食店とか。バイゼンがあったら勝ち。終わりだー。その時までに、これは知らないっすね。その時までに私はそのレストランを見つけているでしょう。 By then, I will have found the restaurant. By then, I will have found the restaurant. By then? 違うか。 By then? By then, I will have found the restaurant. で、この後ろは合ってんだよね。 I will have found. あ、でもそっか。探す予定じゃなくて見つけてそうだわな、確かに。これハブが入ってるから、 I will で何々しているでしょうなんだけど、そっから Have found the restaurant でもレストランを見つけてるなのかな。探す必要ないのか。プープープー。ちょ、待って、これさ、なんていうのこれって。いや、そこだけ勉強したくない？ないのか。レベルどんぐらいのとこなんだろうね、あれ。さっきの文章の前につくワードだけ勉強してんだけど。いやー、これは毎日やらないと解禁されないのか。ほら、ロック中って書いてある。いや、だからさっきの for example とかさ、ちょ、まあ、なんて言うんだろう、あれって。 for example、 for example、 あと by then、 なんて言うのこれ。接続副詞だって。ページ開くの、このページ欲しいな。待てよ、英語論文の書き方ってページが見つかった。一回隠して、英語論文の書き方29回。これかな。ちっちゃい。 However、 then、 However、 Therefore、 For example など、接続副詞の使い方、これだけ知りたい。この種類を知りたいな。接続副詞の種類。ガチ勉強だこれ。代表的な接続副詞を含め6つの分類を示します。時間的移行、補足、追加、逆接、選択、原因、結果、例示、言い換え。これに、だからさっきの、これには書いてないっすね。全然知らんやつあるわ。何ヘンスとか。ヘンス、ノンザレス、ネバーザレス。ハウエバーは知ってるね。しかし、ハウエバー。アザワイズ、もしくはみたいなやつ。さっきのバイゼン、バイゼア、バイゼンって何なの？
出てくるかな。ここら辺バーッと見るのはね。でもこれはもうガチガチの勉強なんで、ちょっと軽く読みますけど。バットもそうなんだ。接続多すぎ。いや、まあ多分、1分に1個使ってもいいんだろうな、これは。different in、 これ different とかもなの？ちゃうが。だからこの、しかしとか、but も一応そうだけど、この however でしかしっていうこともできますよ。だからこれ、あのね、論文、英語の論文の書き方のページなんで、多分、がっちりと、した書き方をするにはこういう but とかを使わずにこの however とかちょっとなんかさ俺英語できますからみたいな書き方をしろってことですよ。でこれこの3番とこの下のこれね文章は一緒だけど but を however に変えてるだけだからこれは英語論文用にちょっとオシャンティーにしてるやつ。ほら来た来た来た、これが分からんのよ。 S とか V とか O とか T とかが分からんのよ。 SV S1V1 文中のは？これは多分論文の仕組みだな。なんか別に気にしないでいいやつだ、うちは。はいはい、まあまあいいでしょう。時間的移行。前。これは聞いたことあるね。前何々はあんだね。多分ね、このさっきのさ、by前は、この時間的移行の前で、その時にはみたいな。なるほどね。いや、前がさ、あれ？そのプラスチック用材料を機械に入れ、次に加熱した。もう英文自体がめちゃくちゃもう論文用で難しいんだけど。よくわかんないですね。補足、追加。ああ、何々です。また、ほにゃららほにゃらら。アディショナリー。加えてだね、これ。何々なのに加えて、ほにゃほにゃですよ。ファーザーモア？また。でもこれは、どれ使ってもいいんだろうな。多分。それ使ってもいいけど、論文だったらもしかしたら使い分けた方がいいのかもしれない。逆説。これはさっきの but とかのやつだから、しかし、however と、nevertheless。まあこれもう全部 however でいいだろ。だからまあ英語で however nevertheless とかこのゴンザレスみたいなやつが出てきたらまあ however だなってことですよ。選択 otherwise or else。 あ、これはね聞いたことある。 otherwise の後には悪いことを示すことが多く、otherwise が使われる場合は、さもないと訳されることが一般的です。これね、聞いたことあります。何々しましょう。さもないとこうなりますよ。だから冷蔵庫とかの取説も、アース線ってあるんですけど、洗濯機とかの方がいいかな。アース線、電源、コンセントのさ、線から、緑色の線が出てるやつ。アース線を、そのコンセントのとこのね、アースのところに刺してくださいねとか書いてあって、さもないと
事故が起こるよみたいな、感電しちゃいますよって時にこの otherwise ね、あります。改めて読むと、まあ知ってるね。原因、結果、何々なので、これ because 的な意味ですね、多分。あ、違う、ちょっと違うな。何々だったから、ほにゃほにゃ。何々だった therefore は、ほにゃほにゃ。何々だったから、ほにゃほにゃ。 therefore は thus。 これ hence って聞いたことないけどね、見たこともないもん。あとは accordingly、 consequently、 はそう知らねえで、これ例示言い換え、これさっきからずっと言ってるやつだ。 for example、 例えばほにゃららほにゃらら。あとは、for instance、 これ namely はなんか名付けて的なやつだから、あ、そうだから言い換え用のやつですね、これ namely は多分。あと that is to say、 何々と呼ばれる。だからこれは何々と呼ばれますみたいな時に that is、 何々は that is to say かまぼことかね。でこの魚のすり身をちょっと色つけて特徴的に形にしたやつ、That is to say かまぼこ、これかまぼこと呼ばれますよみたいな感じで使えた気がします。頭の処理が追いつきませんいや、この後半のやつはマジで、この前編のデュオリンゴのさ、クイズ感と全然違うから、マジで。なんで英語の論文の書き方を読んでんのって話だから。賢くなったね、気だけでいいんすよ。賢くなった気分さえあればね、生きていける。知らなくていいんで、別に。知らなくても生きていけるんで。あとは、まあ、最後のまとめあって、この S とか V とかどうたらが書いてあって、無料メルマガ登録のページがあって終わりですね。これ英語の論文の書き方として、この有限会社ワールド翻訳サービスさんがページとしてコラムでね書いてるんで、まあ多分いないと思いますが、興味のある方は。結構やってますよこれ、ほらやば、さっきの第29回だったのにこれ82回までやってるわ。これまあ興味がねもしある方は暇の時に見てみてはいかがでしょうかっていう、絶対にいらない宣伝を交えて、まあ今日のデュオリンゴはおしまいですかね。いや飛び級したかったな、これ飛び級し、ね、これ練習へ。 Good morning。 あー、はい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 、こういうなんかテーマ以外にもなんかただただ練習ができるやつらしいです。皆さんも、デュオリンゴそして、このなんだっけ、有限会社ワールド翻訳サービスさんの英語論文の書き方、興味あればやってみてはいかがでしょうか。このデュオリンゴ登録したら、最初に言った通りめちゃくちゃメールの通知が来た記憶があるので、それにだけ注意して、頑張って毎日続けた方がいいんだろうなというところで締めにしたいと思います。はい、ということで本日の配信は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価、あとツイッターのフォローなどよろしくお願いします。あとはないか、劇団スラムのこれってどうですか第3回が先々先週ぐらい
10月の3日に公開されてますので、まだ見てない方はラジオ形式となっておりますので、裏で流すだけ流しとくとかでもいいんじゃないでしょうかという宣伝を交えて終わりたいと思います。告知軽くしときます。あれ、告知は来週の予定がそんなに決まってないので、水道が劇団スラム2人の配信、月金冷税か木キニャソロ配信ぐらいしか今ないっすね。なんということでしょうか。まあということで、この画面を映してるとね、ライブ管理画面が見れないので一回隠しますが、ついでにでかくしておきますか。でけー、でかすぎんだろ、もうちょいでかくしとく。ウィーン、でかくなって今日は終わりたいと思います。はい、ということで、本日の配信は以上となります。また次回の配信でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆様、オツスラムでした。 See you next time. Yeah.今日ね、いや予定だと挨拶とあれ、最後の挨拶とかさ、なんか英語で言おうかなと思ってたんですけど、完全に忘れてましたね。おつらむー。